城代宿は、日本の教育者。山陽高等女学校の校長を51年間、勤め、岡山県の女子教育の推進に寄与した人物。岡山市名誉市民。1871年、伊予松山藩市、城代知心の娘として、愛媛県松山市に生まれる。ほどなくして父である知心が生活の糧を得るために、宿を含む家族を連れて、大阪に登り、 同地で新島城と出会い、彼より洗礼を受けて、キリスト教の信徒となったため、これに伴う形で、しくも、また洗礼を受け、その縁から、自家の近所にあったバイカ女学校にて、女子教育を受けることとなった。バイカ女学校にて、初等、中等と順調に教育を受けた後、成績の優秀より、同校に残留して、女教師となることを求められ、 これに応じて教職に就く。1889年にキリスト教系組織としてのつながりにより求められる形で山陽女学校に赴任。以降、死去するまで同行に関わることとなる。1893年にマウントホリヨーク女学校に留学し、科学志望を得て1898年に山陽女学校に帰参する。1908年山陽高等女学校の 校長に就任。1924年序君において、君六等随法上を授けられる。1959年11月病気により死去。ありがとうございます。